なんだ、もう、そんな、アシュリー、アシュリー、アシュリー、なんなんだよ。誰かいる？アシュリー？アシュリー、アシュリー、アシュリー、なんだクソ。クリス、ここにいる。クリス、あなたなの。ようこそ。諸君の参加を感謝するぞ。目を覚まして。今夜はちょっとした実験を行おうと思う。軽いテストだ。この実験には二人の実験台による協力が不可欠となる。ジョッシュにアシュリー。なんだ、なあ、嘘だろ。あと、もう一人の勇敢な参加者にあるものを託す。生きるか死ぬかを選ぶ、運命の決断。ああ、嫌よ。こんなの絶対嫌。おい、ローセン、私たちを助けて。俺を下ろせよ、この殺人鬼め。そう騒ぐな、諸君。難しいことじゃない。
ではクリス、君の前にはレバーが置かれている。君はただ救いたい方を選ぶだけでいい。こんなことになるなんて絶対おかしい。オーケーオーケーオーケー、抜け出せるはずだ。さあおいクリス、お願いよ、よく考えるんだ。私を見殺しにしないで。待ってくれ、その頭が真っ白だ。そのくそ、アシュリー絶対助けるよ。死なせるもんか。ダメだ、よかった、やめろ。こんなの正気じゃない、どうかしてるよ。ありえないクリス、ああ、そう、嘘だろクリス。アシュリーを救うことにしたんだ。ダメだ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 、違う違う、友達だったんじゃないのかよ。俺はそう思ってたのに、見殺しにするなんて。正気じゃない、そんな、やめろ、こんなのあんまりだ。何をしたんだ。ああ、見るな、アシュリー、見ない。何があったの、女子は無事だと言って、お願いだから。はあ、今行くからな、アシュリー、下ろしてやる。落ち着いて。さあ、僕が下ろしてやるから、ほら、ここを早く出よう。ここを出ないと、いいか。アシュリー、ジ、それって誰の血なの。アシュリー、大丈夫か。クリス、何があったの。ジョッシュがどうした。おい、死んだ、僕たちの目の前で。一体どういうこと。殺人鬼がいて。え、殺人鬼。嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて、それにノコギリがあって、ジョッシュかアシュリーよって頭が真っ白だ。もういや、二つに切られて、いろんなものが吹き出して。え、何それ、どういうことなの。僕が殺したんだ。全部僕のせいだ、僕のせいなんだ。マット、ちょっとこんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。真っ二つに。俺たちで解決しよう。僕はどうしたらいいのか分からないよ。マット、早く助けを呼ばなきゃ。もう何が何だか、僕には。エミリーの言う通りだ、じっとするのも危険だし、ここを離れよう。ええ、そうね、それが一番安全。助けよ。自分が助かりたいだけだろ。違う、下手に動いて皆殺しになるのは避けたいだけよ。あなたはみんなを集めて、私は助けよ。マットも来るでしょ。あ、ああ。どうかな、だいぶ盛り上がってきたのではないかな。君の思った通りに進んでいるかい。うん、そうか、彼らが受けるべき仕打ちを受けているということかね。君を助けたいんだ。君がしているこのゲームは君にとって決してメリットのあるものではない、誰にとっても。それにこれでは君の思いやりが全く感じられない。こんな手の込んだことを、己の自己満足のためだけに続けるつもりなのか。私の存在を疑っているのかね。ああ、これが全ての問題の核心だ。もはや区別がつかないのではないかね。
そうだろう。